なんかロナウドがあれでしょ、まあ、あの試合見てたんですけど、途中退席が問題になってる。だから89分ぐらいに帰ったじゃん。あれってさ、あと4、5分いればそんな問題にならないのに、あれ、なんでやったんだろうね。<laughs> 急に。なんかそういう意思表明したいっていう感じしかないよね。ユナイテッドレジェンド1月放出進めるってあるけど、なんか天白自体はどう思ってるんだろうねあ。やっぱあれ無断退席だったのね。 それについて明日対応したいってしか言ってないんだ。出られなかったからみたいなことかな。レオサさん今回ロナウドのような行為をした選手は、おしますかそうですね。ベンチに入れなくなっちゃいますね。やっぱり集団で戦うスポーツですからね、サッカーは。レオサさんロナウドどう使いますか普通にラッシュォードの使い方ですね。特に昨日のスパーズ戦とかさ、ユナイテッドが押し込める時間って多いじゃん。ああいう,うにあに、のー、押し込めるとき に、複数の選択肢の中からプレイ選ぶっていうのがラッシュほどめちゃくちゃ苦手なんでラッシュほこれするって決めてる時だから裏抜けのコース1個しかないとかさそうなんかやること決まってるときかこうちょんってなっちゃうやること決まってるときのラッシュほどはいいんですけどやること決まってないっていうかさあ選べってときのラッシュほどはきついんでそれが押し込んでるときはかなり多いんでそういうときのあなだとあそこで落としてくれたかとかねクロス待つときの対応とか あとあの、ちょっと PK っぽくなったシーンとかもね、相手見ながら判断してたら、反対側にボール持ってくからね、右サイドからのちょっと、あの、アントニーからのパスとか。なんかああいうところが気になるんで、僕はロナウド使うんですけど、普通に守備もちゃんとやるしね。まあそういうところでロナウド自身もなんで俺が出れねえんだよって思ってああいうふうになっちゃったんでしょ。よくないけどね。でもなんかあの、ピアスつけてるところから怪しいなってもだってさ、ベンチ入ってるときにさ、あんななんかでっかいというかさ、あの十字架の垂れ下がったりピアス。 あんなんつけてるのつけてるときなくなかったっすか最近あったんすかね僕が見てないだけで。なんかね、ロベルト、昔ロベルトバッチョがね、出るときにピアスの上にテーピング巻いてて、いやもう外せやって思ったの覚えてるんですけど。ね、ピアス取っといてほしいよね。もうおしゃれなのは世界中が知ってるからっていう。例えばピアスはね、つけてなきゃ好きになれないって人はいないけど、つけてるとなんか嫌だっていう人いるからね、限点法のおしゃれなんです。あのぐらいから怪しいなと思ってて。 情報封鎖して見てたんすけど、なんかそこから89分ぐらいに帰って、うん、だから単純に意思表明でしょうね。なんかもう放出してくれっていう。あとは冬とかに行くのはどこ行くかっすよね。僕はバイオルンぐらいなんですけど、思いつくの。あとどっかある。だって同じプレミアーラインには出さないでしょ、さすがにユナイテッド。そうなってくると。で あのマドリーにも戻んないし、バルサにも行くわけないじゃん。で、ま、でアトリチコもさ、シメオネがあの、アイコンだからもうマドリーの、そういう選手があのアトリチコに来るわけないみたいな。あ、パリか。確かにパリありそうだね。パリか。パリだってあれだもんね。ストライカー普通に少ないというか、で、エムバペもね、自分が衛生的に動ける選手欲しいって言ってるから、ロナウド真ん中でエムバペが左右どっちかみたいな。まあそうなるとね、 じゃあ、ね、ネイマールとメッシュどっちか下げるのかって話になるんで。バエルンがあと1点が遠いって試合はあるっちゃあるじゃん。そういう時にね、ワントップ、ロナウドでその後ろにミラーと、あのー、マネとヤブリとかすげえ合うと思うんですけどね。10月29日、ウィナーズと試合しないですね。ロナウド、リベンジャーズ。いやー、でもロナウドはリベンジャーズ来てもね、大地と達也がいますから出られないですよね。よし。これで選手のモチベーションが上がったはずだ。 <laughs> あこれがマネージメントだアパートから抜け出したくて焦りが心をるよみたいと笑ってくれた君が起きるルのどのより君がくれたじらた